蜂蜜の作り方がヤバすぎる。我々が日常で食事に使ってる蜂蜜、蜜蜂の巣から取ってるのはわかるけど、あれってどうやってできてるか知ってる？蜜蜂は花から花へ飛んで蜜と花粉を集める。足についてるのは保存食の花粉団子で、これは蜂蜜とは別物。花の蜜は蜜胃と呼ばれる胃とは別の器官に蓄えて運ばれる。その際に蜜蜂の唾液の酵素によって蜜に含まれる諸糖はブドウ糖と果糖に分解される。そして巣に持ち帰られた蜜は蜂蜜を蓄える場所に吐き出される。そこで大量の蜂が扇風機のように仰ぐことで温度と湿度を一定に保ちながら水分を蒸発させ、濃度の高い蜂蜜が完成する。ちなみに働き蜂が短い一生のうちに集めることのできる蜜の量はティースプーン1杯分、約 10g ほど。